前景平沢館が遺跡は、茨城県筑波市平沢にある遺跡。奈良時代、平安時代の日立国筑波群,群が跡で、国の史跡に指定されている。平沢館がは、奈良時代から平安時代にかけて造営された日立国筑波郡の群がの一部で、その重要性から国の史跡となっている。軍跡には、軍跡成長、焦燥、館、栗屋などの建物があり、 平沢館があとはこの中の焦燥部分と言われている。この遺跡には、掘ったて柱建物跡が55棟、祖跡建物基段跡4基、大溝跡や炸裂跡、縦穴住居跡25件が発掘されている。この遺跡にあった建物は、この字や L の字などの平面配置になっており、それぞれのまとまりごとに順番に増築されていったと考えられている。建物跡には、 川中式建物と総中式建物があるが、この遺跡の3分の2が総中式建物になっていた。敷地内には焦燥などが実物大で復元され、2003年4月に公開された。このほか建物跡を取り囲んで、北高160メートル、西溝110メートルの大きな溝や、炸裂の跡が復元されているが、これはさらに遺跡指定違いへ伸びている。 毎年11月には、筑波物語なる、オカリナコンサートを中心としたイベントが開催される。高床土壁塗、草倉史跡のほぼ中央にある最大級の建物の、高床土壁塗草倉は、床面積125平方メートルを超す、大型倉庫である。復元に際し、放流寺毛風像を参考に、土壁とかやぶきにされている。古代の文献により、群画において、 中心的で巨大な焦燥は、宝層と呼ばれ、土壁構造が多かったと推定されることから、土壁で復元された。現存する古代の土壁の蔵として、奈良県の法隆寺風像を参考にしている。そして、遺跡東南隅の二棟が草蔵になる可能性があるため、銅像と同じ草蔵構造にしている。 屋根は、本遺跡の瓦湿度量が少なく、瓦吹き建物は考えにくいことからかや吹きになった。高床あぜくら古代の文献により、講義を井桁状に組み上げるあぜくらは、群画焦燥では中規模以下の蔵に多いことが判明している。また、あぜくらは、柱がないため、軒先が下がりやすい。ここでは、外周柱穴列を屋根支柱と推定して、 あぜくらで復元している。屋根はあぜくら建物に多い寄せ棟としてある。復元に際しては、東大寺や東正大寺に現存する奈良時代のあぜくらを参考にしている。高床板倉発掘調査で発見される、掘立柱建物は、一柱穴一柱が普通なのだが、本、建物では、側柱穴に二本の柱痕跡が見つかった。これは、一本は、 床上まで伸びてけた梁を支える通し柱、もう一本は床を支える天束と考えられるため柱の間にいた壁を落とし込む板倉で復元された。屋根は軒の出が短い切り妻になっている。古代の文献では群が焦燥はこの板倉が最も多くなっている。一石全体を取り囲むように大型の溝跡が掘られていた。確認された長さは 西溝1 1 0ル、北港1 5 0ルだが、施設の外側で確認された段差も東溝と推定すると、北港の長さは2 0 0ルを超えている。断面はおおむね上幅4メートル、下幅1 8メートル、深さ1 2メートルの逆台形になっている。路線バスがあり、周辺山駅からアクセス可能。ありがとうございます。